エールの部屋へようこそこの番組はネットビジネス歴19年延べ1万人以上をサポートしてきた僕がメルマガ読者さんのお悩みや質問にお答えしながら自由な人生を送るためのコツをご紹介していくメルマガ読者さん限定の特別番組ですはいやってまいりましたやってまいりましたレンちゃんストッパーレン脳汁ストッパーですね <laughs> いつも脳汁レンちゃんを止める稲川のおっさんさんでございますありがとうございますはい。 今日は、脳汁太郎ではない、稲川のおっさんさんでございます。はい。脳、えー、汁を止めた男、いつも止める男、<laughs> 稲川さんからいただいております。おっさんさんからですね、えー。いつもお世話になります。失業を経験し、お小遣い0円生活が9年。 土日はアルバイトと副業の収入の合計が毎月3万生活費に妻に渡して残りが私のお小遣いしかしこの数か月日曜日のアルバイトがなくなり副業の成果を伸びず私の貯金もなくなり10月のお小遣いがピンチ10月は L の部屋で吉谷さんから貯めたペイペイプレゼントを決済を使いまくりピンチをなんとか取り越えましたペイペイ決済の仕方もわからなかったが10月はコンビニ店員に決済方法を教えてもらいイペ,ーペーポイントの便利さを感動しました前置きが長く 最近感動したことを教えてくださいと。いやね、僕、PayPay 歴5年すか。PayPay のポイント獲得、今ね、もう60万ぐらいですね、今。ありがとうございます。めちゃくちゃ便利ですよ、PayPay。もうね、僕、本当、PayPay 信者になってますから、便利で。とにかくもう PayPay ですね。とにかく PayPay を使いまくってます、今、本当に。 本当ににペイペイ信者なちこれまあすごく稲川のおっさんさんに酷な話かもしれないですけど PayPay、まあ、ペイペイ利用してるんだったらね分かると思うんですけども、まあ、分かるかなあのなんか PayPay ステップみたいのがあってそのクリアするとね条件をクリアするとポイント還元率が1.5倍になるんですよでまず後払いに僕は設定してるので後の払い設定ですねプラスあの 200円の決済だったかな今を30回繰り返すプラス10万円以上使うみたいなそれをクリアすると翌月のペイペイ還元率が1.5%になるみたいなのあるんですよで僕は今毎月毎月ペイペイで10万円以上使ってそのペイペイステップをクリアしてるので毎月1.5%ついてます <laughs> すいませんペイペイありがとうございますって感じなんですけど だ昔はね、楽天カードに一括集約してて、楽天カードで、まあ楽天カードもめっちゃたまるんすよ。100円に1ポイントなんで。だけどやっぱ PayPay ペペ強いっすね。すげえ戻ってくるんで、今はもう PayPay ペペすげえ利用してますし、あと Yahoo ショッピング、昔はね楽天市場しか使ってなかったんですけど、今は Yahoo ショッピングも使うし、Amazon も PayPay ペペ使えるようになったんですよ。そう。 これね、あの、ちょっと裏技というかね、いや、あれなんですけど、あの、a ポイント、まあ、m a z o n ってよく1万円せ、万円ポイントアップキャンペーンみたいなのよくやるんですよ。で、1万円分決済すると、その後ポイントが10倍になりますよ、みたいなよくキャンペーンするんですけど、その1万円分を、なんと、ね、1万円分を PayPay ペペポイントで決済できるんですよね。今ペ、PayPay ペでも決済できるんで。で、それをすると何かっていうと、 ペイペイポイントを、ペイペイポイントで、アマゾンで1万円の決済すると、アマゾンポイントが10%分またつくんですよ。だから、ポイントで買ってる、ペイペイのポイントで1万円分買ってるんだけども、今度そこに、アマゾンポイントが10%つくっていうね、よくわかんないから、ポイント錬金術みたいな。そう。ポイントの使い回しみたいな。<laughs> もう結構僕ポイントマニアなんではいだからその現金使わなくてもポイントでまたポイント10%もらえるみたいなだからアマゾンの方が安かったですだからその僕は基本的に今ねヤフーショッピングの PayPay ポイント率がすごい高いので PayPay と今、まあ、楽天もたまに見ますけど基本はヤフーショッピングとアマゾンで比較対象してんでそのいろいろやってるんですけど で、アマゾンはね、やっぱ配送超早いので、まあ物によってはやっぱアマゾンを使ったりとか、物によってアマゾンの方があ安かったりしますので。まあ、そんな感じで今僕はやってますね。はい。ペイペイ、しっかり使っていきましょう。で、最近感動したことなんですけども、最近感動したことはね、やっぱあれかなうーん。 あれだな。やっぱあの、ネットフリックスの、僕はあの、スタートアップっていうのを見たんですよ。で、それで、うん、ちょっと感動しましたね、スタートアップ。うん、久しぶりなんか、まあ、企業物語なんですけど、恋愛、そのね、恋愛もね、入っててね、その恋愛もね、またね、その、複雑な恋愛なんですよ。うん、で、その、まあ、ちょっとすみません、スタートアップ見ないと分かんないと思うんですけど、それは僕は面白かったですね。 スタートアップ。うん、それが結構ちょっと感動したというか、面白かったですね。うん。まあ、あとは、まあ、これはまあ、僕のそのプライベート的な話なんですけど、まあ、あのー、なんですかね、感動したというよりか、嬉しかったっていうのが、うん、やっぱあの、2年半ぐらいですか、2年半ぐらい、まあ、ずっといろいろとおたやいただいてたんですけど、なかなか行動ができなくて、 で、今年、9月あたりだったかな ?9 月か10月、9月あたりだったかなそのゴミ屋敷さんっていうね。ゴミ屋敷さんっていう方が、ついに YouTube を始めて、YouTuber デビューしましたっていうことで、あの、行動してくれて、その一歩こう、二歩こう、前に進んでくれたっていうのは嬉しかったですね。だって2年半動けなかったっていう話なんですよ。で、しかもめちゃくちゃなんか、まあ、ね、ゴミ屋敷さんも、まあ、メッセージでも言ってくれてましたけど、 まあ、吉谷さん、アンチではないです。僕はアンチではないです。吉谷さんファンなんだけども、僕はこう思うんですと。でも否定的なんですよ、いつも。いつもずーっと否定的ね。そう。アンチじゃないけど、吉谷さん、んそれどうなんだと。まあまあ、全部、いろいろもう30回ぐらいもらってると思うんですけど、20回、30回。で、それを20回、30回のお問い合わせを一言でまとめると、なんですかね、か結局、 稼げるやつは一部の人なん、一部の人で自分みたいなやつが何もできないみたいな、なんかそういう感じなんですよ。うん、でもそうじゃないよみたいなね、まあいろいろ言い続けてきたんですけど、なかなかできなくて。だけど、あのー、この度ね、あの YouTube で発信できるようになって、本当に一歩前進できたなっていう。 で、そうそう。それで、その、ま、メッセージ、ゴミ屋敷さんからメッセージいただいたのをちょっと読み上げましょうか。じゃあ、なんか感動しましたね。嬉しかったっすよ。ゴミ屋敷さんからいただいたのかなこれ、いつだゴミ屋敷さんからいただいたのが、ちょっと探してみましょう。ゴミ屋敷さんからいただいたおたやせ。せっかくなんでね、読み上げたい、読み上げと、読み上げていきましょうか。うん、ゴミ屋敷さん。 多分ね、9月あたりだったような気がしますよね。9月だ、やっぱ9月だ。うん。9月ですね。うん。そう。9月。うん。まあ、こんな、あの、メッセージいただ、まあ、結構いろいろメッセージいただいたんですけど、えー、吉田先生がおっしゃる通り、ビジネスは最終的に自分との戦いだと思いました。 諦めた奴が負けて継続したものが勝つ今後も凡事設定を心がけて頑張ります改めましてこの約2年私にご指導をくださいましてありがとうございましたこの2年間は私の人生で最も苦しい期間でした吉谷先生に悩みを聞いてもらえなかったらストレスのはけ口がなくなり他人を攻撃するか自分で自らの命を閉じていたかもしれませんこのご恩は一生かけてお返ししていきます とりあえずの目標は、ドリアカの本コースの入塾費用をコツコツ稼ぐことですが、近い未来、もし億万長,人億万長者になれたとしたら、最低でも数千万円は、今までのご指導していただいたお礼として吉先生、吉谷先生に差し上げるつもりです。億万長者を夢見ることをモチベーションにして頑張ります。今後ともよろしくお願いします。っていう。これ嬉しかったですね。う そう別にまあねなんかこれ数千万あげますって言ってるんですけど「いや数千万はいらないんで数百万ください」と言っときましたけど <laughs> まあくれるんだともらいますけどねからまああの「数百万ください」みたいな言ったような気がするけど <laughs> そう数百数千万と言わず数百万でいいんでくださいみたいなねせっこいいですねせっこいですね,っい,ですね <laughs> いやもらえるものはもらっとかないとねしっかりとお金は大事ですから。 うん、だからこれはねほんと非常に、まあ、あの今年一僕は嬉しかったですよねやっぱみんななんかいろんなブロックがあってやっぱ行動できないんですよでいろんな言い方いろんな伝え方してもやっぱり一歩が踏み出せないっていうのがやっぱ現状なのでやっぱねそれを超えてくれたっていうのはね嬉しいですねうんそう、まあ、まだね実はね収録してないんですけどもまあその 買い取りアップキャンペーンで、実はそのゴミ屋敷さん参戦していただいてますので、そのゴミ屋敷さんがどんなお便りをいただいているのか、広告を期待ください。ゴ <laughs> ミ屋敷さんも今回参戦、あの、報酬アップキャンペーンでね、参戦していただいてますし、もちろん稲川のおっさんさんも漏れなく報酬アップキャンペーン乗っ、乗っかってきていますので、まあこれはまあもうちょっとしたら放送だと思いますけど、うーん。だから嬉しかったですね、これは。うん。 なかなかね、なんかやっぱ、なんかその仕事しててよかったなっていう、なんか、うん、僕なんかはね、本、本出してますけど、情報商材完全バイブルっていう、ね、世間一般的に言うと、いかがわしい、いかがわしいっていう、怪しい、詐欺師みたいな、なんか一般的にはそう思われたりとかしてる傾向がやっぱ多いっちゃ多いんですよね。だけど、 うーん僕の発信をしっかりと聞いてくれて見てくれて僕っていう人間をこうなんかこう見てくれてるっていうのはなんか仕事しててよかったなと思うしうーん自分の存在意義ですよねうんもちろんお金にはなってないですよ僕ゴミ屋敷さんに商品売れてないですもんバックエンドねだからまあここでも書いてある通り 最終的にはドリアク入ることですって言ってますけど、バックエンド売れてない。もうお金ないですしね。バックエンド売れてないので、売り上げにはなってないんですけども、ただ、自分が、なんだろうな、違うところでも、なんかその、うん、なんだろうな、うん、こう、い、や、やったことが、お金に、なんだろうな、なんて言ったらいいかな。お,そのお金としては返ってきてないですよ。 お金としては帰っ,ってきてはいないんだけど、こういうね、メッセージとしては帰ってきてるので、ありがたいなとは思いますね、本当に。うん。だから僕の仕事に対するモチベーション、今までアドバイスしてきたことは、何かのお役に立てたんだなっていう、うん、まあ、こう、こう、何か貢献できたなっていう。世間からね、なんか詐欺師とかね、言われたりもするわけじゃないですか。情報、商材や、怪しいみたいなね。 そんな中やっぱこういう声をかけていただけるっていうのは本当ありがたいなと思いますよね。うん。だらもう僕はもう「情報商材」っていうその本出しちゃったんでうんもう世間の色世間の風潮からすると情報商材は怪しいっていうところは僕は変えることはできないと思うんですけど一人一人に対して僕のメッセージっていうのは伝えることはできるのかなとは思うんですよね。 うんだからこれからもまあこういう活動はね続けていくし、まあ一人でも、まあ僕ももう年取りましたし、やっぱ僕が経験してきたこととか体験してきたことを多くの人にやっぱ伝えていって、一人でもね、多くやっぱなんか人生変わったっていうのができると、僕も本当嬉しいなと思うんですよ。やっぱ僕の場合はやっぱね、今も現場でね、サポートしたりとか、現場でまだ商品売ったりとかガンガンやってますけども、やっぱね、 パソコン一台で自由な生活っていうのは本当に叶えることができたので、うん、やっぱね、本当にいいっすよ、うん。自分でこう稼げるようになって自由にこうできるっていうのは。うん、だこれをやっぱ味わってほしい,、まあ、い。一度きりの人生ですから、やっぱこの世界っていうのを味わってほしいなと思いますね、うん。そう。やればできるんで。 あとはやっぱね、さっき読み上げましたけども、うん、みんな自分に負けていくんでね。うん、そうやっぱ凡事徹底してやってほしいなと思いますね、うん。はい。ということで、まあ、感動したのはこの、このメッセージはなかなか僕は僕はちょっと感動しましたけどね。嬉しかったですね。うん ということで、感動したことは何ですかということで、はい、感動しました。そう。はい、では終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。